嬉しかったらガッツポーズは自然に出ちゃうものなのかな、まあ、それは分かっててだと思うんで、まあ、注意されても仕方ないなって思う部分、反面でも嬉しかったらガッツポーズしちゃうでしょみたいな、何とも言えない心境なのかなっていう。別に僕はそんな悪いとは思いませんでしたね。ガッツポーズの仕方がやっぱあると思うんですけど、やはり挑発的だったらちょっとムカつきはするかもしれないですね、はい、別に何も違和感はない。ルールみたいなのあっても多めに見てあげてもいいんじゃないかなと。別にいいと思いました。試合中はあんまり言ってほしくないなと思います。本人は自由なのでやりたかったんだろうけど、甲子園の場では賛成ですね。甲子園というところの立場では、はい、全然ありだと思います。まあでもずっと続いてるルールみたいなやつだったら、まあこのままでもいいんじゃないかなと思います。なんか行き過ぎたガッツポーズとかその過剰のパフォーマンスとかは控えた方がいいかもしれないですけど、自然と出るやつだったら見てても気持ちいいぐらいなものだったらいいのかなとは思います。